ましたよ。数々の伝説に彩られた人跡未踏の秘境、雲海の山脈が。コリーヌ様、急に立ち止まらないでくださいまし。道幅が狭いのです。ちょっとバランスを崩したら崖から真っ逆さまでございますよ。ああ、ごめんなさい、ついテンションが上がってしまって。一刻も早くみんなと喜びを分かち合いたかったんです。謝ることではございませんが、ここはランドソルからも遠く、ほぼ人類が生息していない地域でございます。崖から滑落して動けなくなったり遭難したりしても救助はありません。大声で助けを呼んでも誰にも気づかれず、ここで命を終えることになってしまいます。夢気をつけるべきだと思いますよ。はい、ごめんなさい、一人で突っ走っちゃうのは私の悪い癖ですね。ですから謝ることではございません。ペコリーヌ様はいつも元気で輝かしい推進力があって、私憧れているのですよ。コッコロちゃん。おーい、無意味に和んでるところ悪いけど、ちょっと待って。ねえ、一旦休憩しない？あんたらはアホみたいに元気だけどさ、こっちとら慣れない山登りに付き合わされてうんざりしてるのよ。もう足が上がんない、お家に帰りたい。おや、キャル様と主様、いつの間にか随分離れておりましたね。早くこちらまでおいでくださいまし、絶景でございますよ。あの遠くに見えるのが雲海の山脈とやらですよね。はい、この世界にいくつも存在する秘境の一つで、アストライア大陸における最高峰の山があるんですよ。なんとびっくり、雲を突き破るぐらいの高さだとか。ああ、だから雲海の山脈などという名前なのでしょうか。その山の頂上付近ではさながら雲の上を歩いているような感じになりそうですし。その通り、さすがコッコロちゃん、賢い。いい子いい子。ようやく追いついた。もう限界。その雲海の山脈とやらにたどり着くまでに音を上げちゃいそうよ。貧弱ですね、キャルちゃんもあなたも。ダメですよ、もっと鍛えないと。うっさいわね、魔法使いに体力を期待しないでよ。つーか、ペコリーヌは規格外だから今さら何をしようが驚かないけど、コロスケが平然としてるのが意外ね。私、故郷ではよく山歩きをしておりましたから。見かけによらないわね。でもさ、本当に今更なんだけど、私たちなんでこんな大冒険みたいなことをさせられてるの？私たち美食伝って食べ歩きが目的のギルドでしょ。ちっちっち、なぜ山に登るのか、そこに食材があるからですよ。ここから見えるあの雲海の山脈にはめったにお目にかかれない貴重な食材があるっぽいんです。それをどうにかゲットしてみんなで美味しく食べちゃおう。今回のこれはそういう企画です。いつも通りみんなで仲良く食卓を囲みましょうね。遠い
いいわよ、貴重な食材とか探さなくても。注文したら5分で料理が出てくるファストフードで十分なのに。秘境にはお宝などもたっぷり眠っているはずなので、それを目当てにして頑張れませんか。キャル様、確か光り物がお好きでしたよね。でもさ、雲海の山脈は人跡未踏の秘境なんでしょ。なんで貴重な食材とかお宝があるなんて断言できるの。いやよ、死ぬ気で登山したのに無駄足だったみたいなオチは。ブツブツ言ってないで、キャルちゃんも食欲とかを原動力にして全力で山登りしましょう。張り切っていきましょう。えいえいおう。元気すぎる。意味わかんない。なんでそんなに食べることに命がけになれるの。っていうかさ、もう体力も限界だし、魔法で空飛んで雲海の山脈をぐるっと巡っちゃダメ。食材とかを探すだけなら別に山の頂点を目指す必要もないもんね。あ、それはおすすめできないかもです。なぜかは不明ですが、秘境では大抵魔物やシャドウっていうのがたくさん目撃されるみたいですから、多分誰も近づかないので魔物とかが駆逐されずに勢力を広げてるんですよね。迂闊に空を飛んだら翼のある魔物とかが群がってきてお堕落ですよ。楽な近道などないということでございますね。覚悟を決めて地道に足で登りましょう、キャル様。コッコロちゃんの言う通りです。いやー楽しみですね。果たしてどんな食材が私たちを待っているのか。せめて生きて帰りたい。いただきます。遭遇したあの巨大な魔物っぽい何かのお肉ですよね。これが噂の貴重な食材とやらなのでしょうか。そのはずです。あの魔物っぽい何かは非常に長命で、背中の岩に見える部分に大量の栄養を蓄積してるらしいんですね。それが伝説の雲海の山脈に眠る貴重な食材。味わえて最高にハッピーです。はい、ほっぺが落ちそうな美味でございます。お口の中でとろけるようなほんのり甘いお肉。あんたたち、よくそんな得体の知れないものを食べられるわよね。キャルちゃんも食べといた方がいいですよ。山登りした上にやたら魔物とかと戦うことになりましたからね。お腹空いてるでしょ。これから本格的に下山して町まで戻らなくちゃいけないんですし、ちょっとでもお腹に入れとかないと帰り道の途中でぶっ倒れちゃいますよ。ええ、ペコリーヌ様に同意いたします。お腹が空いては戦もできませんよ、キャル様。いいけどさ、どんだけ拒否っても無理やり食わされるのがいつものパターンだし、実際美味しそうないい匂いがして食欲をそそるし、一口だけでもいただこうかしら。せっかく見つけたお宝とかを抱えて運ぶぐらいの体力は取り戻したいし。はい、どうぞどうぞ、キャルちゃん。あーん美味しいでしょ。今回の雲海の山脈以外にも各地の秘境に同じような美味が眠っているはずなんです。今後も一緒にそれを探していきましょうね。みんなで一緒に全世界の美味珍味を食べ歩きしちゃいましょう。
の続編第2回美食伝食べ歩きツアーの始まりですよ。私もテンション上がりっぱなしです。前回の雲海の山脈でゲットした食材は夢に見るくらい美味しかったですからね。ああ、今回はどんな美味珍味が味わえるんでしょう。楽しみですね。よだれが垂れちゃったたっぷり食べられるように昨日の晩ご飯は腹八分目に抑えておいたんですよ。おかげで私お腹がグーグー鳴りっぱなしです。ペコリーヌ様にとっての腹八分目は、私にとっては1週間分ぐらいの食事量でしょうけど。やだ、私は行きたくない。あんたたちバカなの？なんで同じ過ちを繰り返すの？前回雲海の山脈でひどい目に遭ったのに反省してないの？前回はなぜかシャドウとかがいっぱい襲ってきましたよね。死ぬかと思いました。シャドウは食べられないので嫌いです。おまけに街に出てくるシャドウとは違うやつなのか、私の能力でも操れなかったし。ふむ、キャル様の能力とは。あはは、いや、こっちの話。ともかくどうせ今回の秘境も前回と同じようにヤバいんでしょ。私は行かないからね。厄介ごとに巻き込まないでお家に帰る。もう目と鼻の先まで来てるんですから、ダダをこねずに行っちゃいましょう。当たって砕けちゃいましょう。ほらほら、未知なる美食が私たちを待ってますよ。今回の秘境である密林の大樹には世界一美味しいフルーツが実ってるとか、そういう噂が食通の中で流れてるんですよ。はあ、私絶対に食べたい。ほらほら、ぐずってないで行きましょう。キャルちゃん、ゴーゴー。私たちの食べ歩きはまだ始まったばかりですよ。違う、こんなの食べ歩きじゃない。むしろ秘境巡りみたいになってる。
持ちなペコリーヌ様を主様が強化しても無理となると、これは通常の方法では困難でしょう。何かしら特殊な調理方法があるのだと考えます。一旦町まで戻って、あれこれ文献などを参照しつつ調理方法を模索しましょう。うん、そうしましょう。こんなところでごちゃごちゃやってても仕方ないしさ。私なら王宮の大図書館で資料とか閲覧できるし。ほら、いじましく果物に噛みついてないって。帰りましょう、ペコリーヌ。レモン、回避だけでも美味しい。チューチュー吸ったらちょっとずつ果汁が染み出てきて、めちゃくちゃ甘くてやめられない、止まらない。私たちも食べたいんだから唾をつけないでよ。まだ果物はたくさん実ってたけど、ほんのちょっと採取するだけで一苦労だったしね。何度も大冒険したくないし、大事に食べましょう。これギルドハウスに種を植えて育てましょうよ。果汁がすっごく美味しい。チュッ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 。赤ちゃんか。ほらもう果物は没収。キビキビ歩け。日付が変わるまでには町に帰りたいんだからね。美食で食べ歩きツアーが始まりますよ。どうですか、解説のココロちゃん、感想などはありますか。え、急にそのようなことを言われましても、解説とは今回の秘境について知っていることなどを語ればよろしいのでしょうか。今回私たちが訪れたのは断崖の遺跡でございます。火山の噴火によって盛り上がった岩にへばりつくようにして存在していた謎の遺跡でございますね。こちらすでに滅んだ古代文明の遺跡らしいのですが、崩れやすい崖の中途に存在するため迂闊には近づけず、調査が難航しており、詳細は不明でございます。なぜそんな場所が今回の秘境巡り、もとい食べ歩きの目的地として選ばれたのかは謎でございますが、遺跡には未知なるレシピなどが眠っている可能性がありますしね。おそらくペコリーヌ様の目的はそういう代物ではないかと考えております。うん、いい子いい子。ちゃんと真面目に頑張って喋ってくれるココロちゃんが大好き。さらっと流してくれてもよかったんですけど。ふむ、ペコリーヌ様のおっしゃることはたまに難しいので、適切な受け答えができているか不安なのでございますが。いいんですよ、難しく考えなくても。大体のことはその場のノリでどうにでもなります。あれれ、どうしたんですかキャルちゃん、元気ないですね。お腹が空いてるんですか。安心してください、サクッと遺跡を攻略してレシピとか見つけて、帰りに食材を買って料理して古代の味を完全再現、そういう素敵なグルメ企画ですからね。ちょっと我慢すればすぐにお腹いっぱい料理が食べられますよ。きっと思い出に残る素晴らしい食卓になります。空腹は最高のスパイスですから。ご託はいいからさっさと行くわよ。おっと、意外とやる気ですね。もうキャルちゃんもご飯を食べるのが大好きなんですから。今回は大丈夫、しっかり準備してきたから。どんな冗談みたいな秘境に連れてこられても生き延びられるように毎日コツコツ訓練もしたし、私は絶対生き延びるわ。死にたくないもん、こんなアホなことで。キャルちゃん目が座ってますね。ダメですよ、食事は笑顔で楽しむものです。
暗い雰囲気だとせっかくのご飯も味がしませんからね。うるさい、死にたくないのよ私は。もういや、食べ歩きってもっと楽しくて平和的なものじゃないの。なんでいちいち命の危険にさらされるの。食べることは生きることですから、いつだって命がけです。皆さん、早速ですが、この遺跡で手に入れたレシピをもとに簡単な料理を作ってみましたよ。材料などが十分ではないので完全にレシピ通りとは言いかねるのですけど。この遺跡、あんまり生き物がいませんもんね。やたらシャドウとかは出るのに。まあ、美味しいものが食べられたら私には文句はありませんけど。私も今回は文句ないわよ。断崖の遺跡で運びきれないぐらいの金銀財宝を見つけたからね。死にそうな目に遭いながらもあんたたちに付き合っててよかったわ。ゲットしたお宝を売り払えばちょっとした小金持ちよ。前から欲しかった本とか小物とか買えそう。まあ遺跡は国の管理下にあるものだから、お宝を全部懐に入れるのは法律上ちょっと問題があるんだけど、多少は自分のものにしてもよかったはず。お目当てのレシピは古代の文字で書かれてるから解読に時間がかかりそうですけどね。はい、今回も割となんとなくで料理いたしました。お味はいかがでしょう。美味しいですよ。お腹が空いてるので何でも美味しいんですけど。あんたはいつでもどこでも何でも美味しいでしょ。はい、みんなと一緒ならいつでもどこでも何でも美味しいです。第4回美食殿食べ歩きツアーが始まる時間でございます。そのはずなのですが、おかしいですね。ペコリーヌ様の姿が見えません。あれで約束はきっちり守る方なので遅刻やドタキャンとも考えられませんが。ドタキャンって、あんた時々変な言葉を使うわよね。ふむ、何かおかしかったでしょうか。都会っぽい喋り方は難しいです。いいんじゃないの、言葉なんか通じれば何でも。それよりペコリーヌのやつマジでどうしたのかしら。現地集合にするべきじゃなかったかもね。あいつ迷子になったんじゃない、あるいは魔物にでも襲われてたりして。縁起でもないことをおっしゃらないでくださいまし。まあペコリーヌ様なら大抵の魔物は返り討ちにできると思いますけど。あいつ無駄に強いもんね。だから私も苦労してるのよ。ふむ、キャル様は時々意味がつかみづらい発言をされますね。おーい、みんなごめんなさい、遅刻しちゃいました。こら、人を呼びつけておいて本人が遅刻ってありえないわよ。どこで何してたわけ。なぜか全身ずぶ濡れだけど、もしかしてあんた泳いで現地まで来たの。元気ね。私は面倒だったから魔法でひとっ飛びしてきたんだけど。私と主様は船で参りましたよ。主様が船酔いされてちょっと焦ってしまいました。この近辺は海流の勢いが激しくて船がすごく揺れたのです。私も現地までは船だったんですけど、
ちょっと秘境を攻略する前に下準備がありまして、実は今回の秘境総会の孤島は特定の手順を踏まないと正しい出入り口が開かないらしくて、先に現地に来て実際にその手順っていうのをこなしておいたんですよ。大変でした。まず海に潜って水中の遺跡を息継ぎなしで巡って、いくつもあるスイッチを制限時間内に押さないといけなかったりとか。でも面倒なことはテキパキ片付けて食材探しに時間を取りたいですからね。あんた本当に食べることにかけても一生懸命よね。感心するわ。あんたが先にいろいろ片付けておいてくれたなら私たちは楽ができて助かるけどさ。けれどできれば一人でやらずに私たちにもお声掛けくださいね。同じ美食殿の仲間でしょ。困難は分かち合いたいです。いやーでもケルちゃんがいつも文句たらたらなので、めんどくさいことは私が先に片付けとこうかなって。余計な気遣いよ。私だってみんなでワイワイ騒ぎながら秘境を巡るのとかさ、美味しいご飯を食べ歩きするのって嫌いじゃないんだから。次からは水臭い真似はしないでよ。どんなことでもみんなで一緒にやりましょう。はい。でも次のこととか考えてる余裕はないと思いますよ。今回の総会の孤島は死亡者続出のヤバい秘境ですからね。油断すると即死です。けど塔の最上階には神様すら魅了する奇跡の食材があるようです。時々神様がその食材を味見しに来て、その度に天変地異が起きて大惨事になるとか。ねえこれって食べ歩きよね。なんでそんないわくありげな難所に挑まなくちゃいけないの。ごめん私やっぱり帰ってもいい。ダメですよ。キャルちゃんも食べ歩きは嫌いじゃないって言ったじゃないですか。私ちゃんと聞いてましたからね。すごく嬉しかったんですから。さあさあ今日も楽しく食べ歩きをしましょうね。世界中の美食を味わっちゃいましょう。みんなで一緒に。死に勝る難関でしたね爽快の孤島は。気づかず踏めば即死の地雷とかが山盛りで。終わり良ければオールオッケーです。もうだいぶ慣れましたよね、このような過酷な食べ歩きにも。それよりも肝心のゲットした食材は無事でしょうか。やたら爆風を浴びたりしていたのでちょっと心配なのですけど。大丈夫よ、私が魔法で保護しといたから。神すら魅了する奇跡の食材だっけ。食べるのが楽しみ。さっきから雲行きが怪しいんですけど、もしかして神様楽しみにしてた食材を横取りされて怒ってません？ほらライオンがゴロゴロ言ってる。え？そんな偶然でしょ。神様とかって単なる伝説よね。とりあえず避難いたしましょうか。せっかく苦労して秘境を攻略したのです。神の怒りに触れて全滅
みたいな結末は願い下げでございます。ねえ、奇跡の食材とやらを味わうまでは死ねませんよ。みんなダッシュで逃げましょう。急いで急いで。もうこんなんばっかし。もっと普通にその辺の屋台とかを巡るだけでも満足できるんだけどな。この先にあるのは毒性の暗涼、毒の正気とヘドロに覆われた小高い山でございます。毒？ヘドロ？私たち食べ歩きツアーに来たんじゃないの？なんでこんなところに来てんのよ。よくぞ聞いてくれました、キャルちゃん。今回のお目当ては卵なんですよ。劣悪な環境にさらされているこの山の生物はですね、その環境ストレスによって旨味が熟成された絶品の卵を産むと言われているんです。中でも山頂に住んでいる山の主から生まれた卵は極上の味をもたらす絶世の卵と伝えられているそうですよ。その効果は滋養強壮、無病息災、元気はつらつ、お腹いっぱい、やばいですね。ふむ、それだけの効果があるのでしたら、ぜひ主様にも召し上がっていただきたいですね。しかし、山がこれほどの正気に覆われてしまったら、近づくこともかないません。一体、どうしたものでしょう。実は、山の主は今が産卵期なんです。その時期は、まれに山の正気とヘドロが収まることがあるみたいなんですよ。つまり、卵を確保するには絶好のタイミングというわけなのですね。そうは言ったってヘドロの山でしょ。そんな気持ち悪いところ入れるわけないじゃない。今日こそは帰らせてもらうからね。あれ、キャルちゃんは絶世の卵を食べたくないんですか。おいしい卵かけご飯の準備もしてきたのに。卵かけご飯、ごくり。せっかくの機会ですので、土鍋でふっくらと炊いたご飯もご用意いたしました。土鍋ごと持ってくるなんて、さすがコックルちゃん。もう分かったわよ。あんたたちだけじゃ無茶しそうだし、しょうがないから私も付き合ってあげるわ。それでこそケルちゃんです。あなたもコックルちゃんもみんな一緒で美食店ですからね。それじゃあ一緒にレッツゴー。正気が収まったタイミングを見計らってここまで登ってまいりましたが、先ほどからまた霧が濃くなってきたようです。主様もお気をつけくださいまし。ちょっとアホリーヌ、あんたさっきから何フーフーやってんのよ。ねひひ、こうやって息を吹いて霧をあっち側に飛ばしてるんです。キャルちゃんもやってみませんか。できるか。あんたのバカみたいな肺活量が私にあるわけないでしょ。大丈夫です。世界一の卵かけご飯を食べたいという思いがあればキャルちゃんにだってできますよ。そんなわけないでしょ。それによく考えたら卵だってどんな生き物のものなのか分かったもんじゃないし。確かに怪しい生き物の卵を主様に食べさせるわけには参りませんね。もう二人とも心配性なんですから。卵と言ったら鳥に決まってるじゃないですか。
きっと大きな鶏さんがコケコッコーですよ。本当に信じるわよ。あ、また山の正気が収まってきたようです。今が頂上を目指すチャンスかと。それじゃラストスパート行きますよ。山の主がこんなに強いなんてびっくりですね。びっくりですねじゃないわよ。なんなのよあれは。カエル、トカゲ、ただの化け物じゃない。まあまあ無事に倒せましたし、絶世の卵も手に入ったので結果オーライですよ。あのような生き物の卵を食べても大丈夫なのでしょうか。それじゃいただきます。うんうん、おいしい。うわ、本当に食べちゃった。なんですかこれ、信じられないくらい美味しいですよ。ほらほら、二人とも早く食べてくださいよ。では、はん、うん、濃厚なコクと香り、まさしく美味でございます。これはきっと主様もお気に召しますよ。え、じゃあ私も一口くらいもらおうかしら。うん、あら、本当に美味しいじゃない。最後は一緒に食べてくれるキャルちゃん、素直な感想も可愛いです。頭撫でるな。子供扱いすんじゃないわよ。ともあれ、今回の食べ歩きツアーも無事に成功して何よりでございますね。せっかくの命をいただくのですから、今はひとときの中山を堪能いたしましょう。
よドラゴン退治ですよ、ドラゴン退治。ワクワクしますね。あんたね、なんでそんなに元気なのよ。カリン様がおっしゃるには、荒ぶるドラゴンが目撃されたとのことですが。ドラゴンの調査と危険なようだったらその排除で、かなり無茶な依頼じゃない。そもそもドラゴンなんてそうそういるもんじゃないでしょ。でもでも、ギルド管理協会からの依頼ですからね。確かな情報だと思いますよ。ドラゴンか、一体どんな味なんですかね。ちょ、ペコリーヌ、あんたもしかしてドラゴン食べたさにこの依頼受けてきたわけ。そんなわけないじゃないですか。ドラゴンといえば魔物の中でも最上位の危険度と聞きます。いざ戦いとなると私たちだけで大丈夫なのでしょうか。そうよそうよ、無茶が過ぎるわよ。大丈夫ですよ、ちょっと調査してできればお肉をもらうだけですから。ダメだわ、こうなったペコリーヌには何言っても無駄よ。まあ戦いになると決まったわけじゃないし、何かあったら私が守ってあげるわよ。キャル様、そもそもカリンの依頼って時点で何か引っかかるのよね。この依頼もしかして裏があるんじゃない。キャルちゃん、そんな寂しいこと言わないでください。信じることが美食の第一歩ですよ。信じて進めばきっと美味しいドラゴン肉が待ってます。確かに信じる者は救われるという格言もございますが、私は二人のことを信じてますよ。ね、ね。ペコリーヌ様、わかりました。私もペコリーヌ様を信じます。結局こうなっちゃうのね。わかってたわよ。どうかドラゴンと戦闘になりませんように。なんとかたどり着けました。なんとも雰囲気のあるところでございますね。待って待って、ちょっと待って、何よここ、めちゃくちゃヤバそうじゃない。もしかしてこれってでっかいドラゴンの骨なんじゃ。本当にドラゴンいそうですね。ワクワクしてきました。どうやらここが住処で間違いないようですね。ですがどうしてドラゴンが荒ぶっているのでしょう。確かにそうね、ドラゴン相手に天敵なんてのもいないでしょうし。考えていても始まりませんよ。とにかく調査あるのみです。それでは突撃。ってちょっと待ちなさいよ、いくらなんでも考えなさすぎでしょう。そうでございます、ペコリーヌ様、もう少しご自分を大切にしてくださいまし。キャルちゃんは食べたくないんですか。ドラゴンのお肉ですよ。この世のものとは思えない極上と言われるドラゴン肉、今まで食べたどんなお肉よりも美味しいはずです。ごくり、今まで食べたどんな肉よりも。これまでペコリーヌ様と数多く食べ歩きをしてきましたが、そのどれよりも美味しいのでしょうか。はい、きっと。そうね、ま、仕事で来たわけだし調べるだけ調べてみようじゃない。仕事だし。そうでございますね、ここまで来て手ぶらで帰るというのはもったいないです。よーし、それじゃあドラゴンのお肉を目指して